はい、どうもこんにちは、桑田真澄です。今日非常に天気も良くてですね、引きこもってても気持ちいいですね。はい、今日お話しするのはですね、クイズ99人の壁、こちらの番組のですね、内容についてお話したいなと思っております。今日話す内容としてはですね、オーディションについて、そして当日の流れ、そしてチャレンジャーはどうやって決まるのか、そしてエキストラ問題、こちらについてもちょっと触れてみたいなと思っております。はい、まずね、オーディションについてですけれども、オーディションはホームページから僕応募しましてですね、知り合いのキクリンさんね、今漢字の専門家としてね、漢検9の専門家、あの方に、聞きまして、今出場者が募集中だからやってみたらということを言っていただいて、僕が応募したんですね。で、呼ばれたところがですね、フジテレビの湾岸スタジオですね。お台場のフジテレビから、もう3駅ほど進んだところですかね。はい。テレコムセンターの近くの湾岸スタジオというところに行きまして、そこで、ディレクターさんお二人とですね、プロデューサーさんとディレクターかな。お二人とお話ししまして、千葉さんという方ですね。その方と面接をしまして、で、2週間ぐらいしたら連絡が後々来たんですね。はい。で、呼んでいただきました。で、収録がですね、1回目の収録は15時から19時と、いつもね、お尻が19時ってなってるんですね。はい。で、僕の場合は15時からの収録なんですけど、11時入りだったと思います。はい。結構早く呼ばれるんですよね。で、2本撮り大体やってるんですね。1時間番組と2時間番組ね。回によって違いますからね。あらかじめ1時間番組が通ってる最中に僕らが呼ばれて待機してるっていうパターンがありました。当時なんでね、去年の、頭ぐらいから僕が出場し始めたんですけどね。で、大体毎月月1か、月1のペースで呼んでいただいてました。で、入るとですね、まずは、入って、もちろん100人のね、あそこがあるんですよ。控室がありまして、今だともう、クラスター8000件になるだろうっていうぐらいの密集した状態で、呼んでいただきまして、で、そこでもう、まずお弁当があって、で、お茶もあって、で、誓約書ですね。秘密、ここで知れたもの、大体テレビ番組は書くんですけど、口外しないよっていうのと、あと毎回ですね、新ルールができるんですよね。常に進化している番組なんです。なので、新ルールの説明の、冊子っていうか、5、6枚になった、ドキュメントがありまして、で、それを読みながら待つんですけど、そこでですね、もう、すでに、顔見知りの人がいっぱいできて、もう賑やかにやってる組と、真剣に本を読みながらね、準備整えてる人と、ぼーっとしてる人とかね、いろいろいるわけですけども、その中で、ずば抜けてね、あちこちうろちょろしてるのがですね、栗原かなおくんですね。あの人ね、京急の専門家、ね、鉄道のクイズにね、何度も今チャレンジしても、ほぼレギュラーですよね。栗原かなおくんがいろんな人といじって、僕も一回いじられたりしたんですけどね、とかですね、日本の百名城で有名な、響くんとかね。彼は本当に、礼儀正しい。でも一回ね、一緒になった人たちにも必ず挨拶しに行ってですね、おはようございますとかね。で、ちょっと飴を配ったりとか、飴からお菓子を配ってくれたんで、僕ものど飴を持って行ったんで、じゃあピッチャー返しでどうぞって言って返してあげたりしてたんですよね。はい。そこで有効な関係が築けたんですけど、最初の方はね、やっぱり、ね、友達も知り合いもいないから緊張して、ずっと僕一人でね、ちょっと離れたところでね、ずっと予習をしてたんですけどもね。はい、で、そうこうしてうちに15時に呼ばれて、東西南北の壁ね、25人ずつの壁に配置されていくわけですね。そこで初めて周りの人がどんなジャンルの人かって気づくわけですよね。自分の目の前にあるこの縦札のところに自分のジャンル、僕だったら英語って書いてるかどうか確かめてくださいということで、見まして確認した後にですね、その壁の上にはですね、身内の人が座れるんですよね。最初は友達も呼べたんですけど、今は付き添いの身内だけですね。家族ね。小学生だと親御さんですよね。そういった方々が座って見てられるといった状況ですね。はい、でそうしてるうちにこの前説の人がね、芸人さんがやってきてですね、前説で盛り上げてくれるんですよね。はい、これも大体テレビ番組はそういうスタイルですからね。で、そのセットの横に QAR ですね、クイズアシスタントレフェリーですね、クイズ作家さんがこう詰め込まれてる部屋があって、何かあったらすぐ出てきて審議をしたりね、説明をしたりとかしてくれるんですけど、あんま出てこないですね。もうほぼ完璧な状態のクイズを出してますから。ただ僕1個だけ見つけたエラーがありまして、それがですね、佐藤二郎さんにね、サインくださいってこう、くださいっていう時の正しい英語は何ですかっていう問題で、シグネチューっていうのが正解になってしまったんですけど、あれはオートグラフですね。草野仁さんが言ってくれてましたけども、そういうね、有名人にもらうサインはオートグラフだよと、ね、サインシグネチューっていうのは、ホテルとかね、契約書にこうサインするときのね、まあ日本でいうハンコに当たるものですよ。それがシグネチューですね。その違いなんですけど、シグネチューが間違って正解と捉えられていたということは、ちょっと僕だったら講義に行ってたかもしれないですけどね。うん、いや僕もね、ちょっと話それますけど、和製英語とかカタカナ英語っていうジャンルで応募もしたんですよ。英語っていうのと守備範囲が広すぎるんですよ。一人でね、外野を守ってるようなもんなんですよ。僕はもうショートだけ狭い範囲、あ、ショートも範囲広いな。だからもう、ファーストかな、ファーストぐらいの守備範囲にしときたいと思ったんですけど、なんかポッと最後にプロデューサーさんに「じゃあジャンルは英語でいいですね」って言われちゃって、そっからもう英語の勉強が始まったわけです。もう最初何だったらもうTOEICだけとかいう話もしてたんですけど、英語ってなってからもう莫大な守備範囲ですね。やばかったですよ。アメリカンノックを100本やっても足りないぐらいのこの運動量、ね、頭の運動量がすごかったです。で、まあ、クイズのね、はい。で、まあ、始まったらですね、まあ、誰が、まあ、大体どの人たちがね、どのジャンルかわかるんですけど、まあ、クイズやる人は知識がすごいですから、予想もつかない、専門知識持ってる人がいろいろ潜んでいるわけですね。しかもそのことを、プロデューサーさんは知ってるから、これだ、まあ、東西南北の、まあ、順番でこう流れていくんですけどね、順番はね、回答権がこう25人ずつ増えていきますよね。まずは南の壁が開いたら次は西の壁、その次は、北の壁が立って、で東の壁が立つんですけど、僕が例えば南の壁にいたとします。そしたら一番最後4問目に立つであろう人たちね、その人たちのところに僕の天敵を配置してるんですよ。例えばですね、僕は英語のジャンルじゃないですか。でも他のジャンル、オーストラリアのジャンルの人がいたんですよ。オーストラリアのジャンルは何者かっていうと、オーストラリアマニアじゃなくて、すでにオーストラリアに留学している高校生なんですよ。だから僕が4問目までね、運よくいったらですね、この高校生が天敵となってですね、僕よりも早い、もうね、例えばオーストラリア英語とかね、そういうイギリス英語とかいうのにもう特化した問題がもし出た場合ね、彼女の方がすごくもうアドバンテージがあるわけですね。だから3問目まではまあまあいける。でも4問目から天敵を配置されてるんですよ、この横側にね。はい、なので恐ろしい、本当によくできた人の配置をしてるなっていう風な印象がありました。でですね、まあ早押し、あとね、でもそもそもクイズマニアももうあっちこっち散らばってるんで、とりあえず自分の専門のジャンルじゃないけども、まあ、早押し、この、どこまで聞いたらもう押してもいいよとかね、ここまで聞かないと選択肢が多いからまだ押さずに待っとこうっていう見極めが即座にできるんですよね。あと相手の、出題者の気持ちも踏んでですね、これはトラップだよと思ってずっと押さなかった人が100万円取ったりとかしてましたからね。周りの壁がこう死んでいくのを先にね、こう黙って頑張って辛抱するのも大事なんだけど、あまりにも見すぎると先に解答権取られてやられてしまうっていうのもあるので、本当に恐怖だったんです。だから他人に押されるよりは自分で押そうっていう気持ちで僕は毎回臨んでいました。はい、毎回臨むんだけど、なんと、本当にね、毎回、回答できるのが20人ぐらい、99人、100人か、100人のうち1人が回答者になるから、1対99という構図ができるわけですけど、その、まあ、取れ高とかね、お尻が19時必ず終わるので、ある程度時間が来た時にはもうそれで終わるんですよ。武田さんね、サックスの、武田真治さんが来た時は、あの人、まあ、結構喋るんで、すごいおっしゃって、2、3人回答する時間あったのに、本来は、あの人のせいで亡くなったりとかね、あるんですよ。いや、本当にね、ガチでやってる番組です、あれ。本当に、これだけ知識人集めといて、20人にしか、チャレンジさせない、っていうか、チャレンジできないような構造になってる。じゃあ、あとはどうやって映るかなんですけど、それはもうもちろんこの早押しね、早押しでどうにか回答権得て、そこで答えて正解出れば、まあ間違いなくオンエアには乗ります。正解で、その時にまたリアクションね、イエーイとかね、すごい大きな声を出すと、オンエアになりやすい。僕みたいにですね、僕背中にね、これ待ってね、ポイプっていうね、はい、こういうユニフォームをわざわざ作ったんですよ。それを見せたいからですね、わざわざ後ろ向いてですね、横の上の人にこうハイタッチとかしてみたりとかしたんですけど、その意図が多分バレてたんでしょうね。そこは完全にカットされてました。カットされてました。だからあんまり出すぎるとダメ。出すぎるとダメな、気がしましたね。横の人にこうグータッチね、横に響くんがいた時はグータッチしてる時の、このグータッチのここまで、もう本当に、今から行くぞーのとこでカットしてましたね。だから本当にもう緻密な、編集作業をやってるんですよ。もうパッパパッパこう、カットで飛んでいくしね、いろんなカメラ、あれ、ま、20台ぐらいあるかもしれないですね、カメラがね。それぞれのこのアングルで撮ってたりね、ジャッキー・チェンの、ジャンルの女の子とかね、コスプレイヤーの人とか、必ず一番端っこに置いて、佐藤二郎さんの抜けに映るようにできてたりね。で、僕もだんだんね、最初は2列目だったんですけど、前進守備でね、1列目に呼んでもらえたりとかね。で、1列目はだいたい子供の位置なんです。子供の安定した、席があって、そこにこうだんだん行けたりとか、丸山カリナさんが、いらした時は、その横に僕配置してもらって、まあ、なんだろう、この、色物同士ね、ゲストとちょっと横にしたりとか、小角健太郎さんの後ろに配置してもらったりとか、なるべく映りやすいところに、その人は絶対いじられるからね、その有名人。有名人の横にいるっていうことはいいんですよ。その両サイドは絶対映りますからね。で、そこでリアクションしておけば、まあ、使ってもらえるんじゃないかな。本当に、呼ばれて、収録全体6時間とか7時間あって、全く映んない人もいますからね。なので、その中で、どうにかオンエアで2個3個映れるようになりたい。一番いいのはチャレンジしたいんだけど、それをするためには毎回どうしたらいいかっていうのを考えたり。で、もちろん、クイズの予習もね、するのもやりましたよ。他のジャンルの人の、例えば、日本の、苗字とか、日本の市区町村、あと世界の首都とか、そういったのも多分出るし、あと魚の名前、魚の漢字、このあたりもまあ定番なんで、ここは読めるようになっとこう、答えれるようになっとこうってね。なぜかというと、回答権をこう得ないと、ブロックして回答権を得ないことには立てないわけですから、他人をブロックするための知識も必要。ね、攻撃の知識、そして自分が、ブロックされないための本来の知識、ディフェンスの知識も必要。まずディフェンスが必要なんですけど、ね、投手戦をしなきゃいけない。でも、打撃もね、やらないと、まず攻撃、攻守交代にならないですからね。打撃ですよ。なので、まあ野球と今は違ったこと言ったな。野球の場合は、ね、守備がめちゃめちゃ上手くないと、攻守交代しません。ね、クイズの場合はまず打撃なんですね。打ち負かしてから今度こっちが、出場してマウンドに立って、ね、マウンドに立った時僕は肘とかつきましたけど、ここがね、コマーシャルの時のちょっとした番宣的なコマ、それでもうまとめられてて、あんまりフォーカスされなかったですね。はい。ちょっと熱くなってしまいましたけど、本当にね、いろんなこと考えながら臨む、そんな収録ですね。結構ピリピリしてるように僕は感じましたけど、でもやってるうちにだんだんだれてきたりとかね、栗原かなは収録中に寝たり、あれは織田信長の人だ。織田信長の人、あの人ね、わざわざ子供ね、京都からわざわざ来てるの。お父さんお母さん連れてきて。で、前の日に、どこって言ったかな、渋谷の方に泊まってから毎回やってくる。もう、交通費もバカにならないってね。交通費出ないんですよ。出ない。交通費とかギャラとか一切ないですよ。僕は一般応募だからギャラもないです。ただ、ブロックボーナスは本当にもらいました。今まで2回ブロックしたんですけどね。野球ではね、もうブロックしちゃダメですけどね。コリジョンルールができましたけど、クイズ99の壁はブロックしていいんですよ。で、ブロックしたのはね、モーリー・ロバートさんが出た時。あの人の時に、あの人がミスった、ことによって回答権がこっちに移ったんで、ここで早押しして正解ってね。孫にも一生だったかな、違うな。孫にも一生じゃなくて、瓢箪からコマっていうクイズで僕が、押して、確信はなかったんだけど多分こうだよっていう4択で答えたら、毛利さんが間違えたから3択になった。3択で思いっきりこう、押したらですね、瓢箪から駒の駒はあれ将棋の駒だって、もう忘れちゃいましたけど、そういう問題に答えて、で、出れました。はい。で、その早押しでね、こうブロックして、チャレンジできるパターンと、またルールが変わってですね、くじのパターンもあるんですよ。箱にですね、番号をね、出場者の番号振られてますからね。僕の場合、20何番とかね、18番にね、なってほしかったけど、18番一度ももらえなかった。最初が11番とか、そんな感じだったかな。で、その自分の番号の、入ったね、数字を、二郎さんが引いたら、その人が攻撃、マウンドに立てる、ね、センターに立てるという、ルールもあったり。あとはランダムにも呼ばれたりとか。で、ゲストの人は、カリナさんみたいな人は必ず出場できるとか。でも、できない人もあるんですよ。っていうのが、雷さんね。雷さんどちらも来てて、どちらも回答権はあるんだけど、本当にブロックしないと立てなかったんですね。はい。で、そういうパターンもあるんですね。あれガチです。で、ジャガー横田さんの息子さんとジャガー横田さんも来てました。あの人たちは、一回も、早押しで押せなくてですね、ただ最初に紹介されて、どうもって、それで終わり。その後一切いじられることなく、そのまま帰ってきました。で、本当にね、回答権を押さないと立てないパターンもあるんですよ。コカドケンタロウさんもそう。最初すごい喋って、二郎さんに突っ込んだりとかして、いい感じだったんですけど、一列目でね。で、だんだんクイズやっていくと、知識が周りがすごすぎて、一切押すことができなかったんですよね。で、何も、あとは喋らずに、自分のことを最後の方突っ込んでましたけどね。僕全然何も、今日仕事できてないんですけど、とか言ってね。本当にそう。あれはやばすぎますね。で、またね、回答権いてもですね、このお手つきというのはお蔵入りになります。そういうパターンもありますね。僕があと漢字でね、寿っていう書き順ね、書き順の途中で横を3つの時点でピンポンと押して、答えた、寿と言えた、この横3つの状態だと春の可能性もあるんですね。でも7画というヒントがあるんで春じゃないんですよね。で、この1234567、7画だと思ってでポンと押して、で、正解ってなったんですけど、実は僕は早押しで勝ったわけじゃなくてですね、その前にですね、一人、小学生がですね、とりあえず押すんですよね。押して、あれ、何も答えられないっていうパターンもあってですね、ただ押すことだけに集中しすぎて、自分のわかんない問題でも押すっていう小学生結構いるんですよ。これ結構ね、最初の説明とかで、もう怒り気味でスタッフさんが来て説明してました。最近よくね、わからないのにとりあえず押す人いるけど、それやめてくださいとか言ってね、怒られてる。怒られるパターンね。でも小学生がやっちゃう。でもそれも仕方ないことですよね。とりあえずもう僕も講演会とかでね、小学校とか行くんですけど、とりあえず質問聞いたら、はい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 。はい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 ですからね。それが好きなんですよ。そういう役割の方々です。小学生はね。まあ、そのおかげで、考える時間が持てたので、僕が次に押して、ブーってなった瞬間にもう押して、回答権を得れた。ね。それ僕がね、ブロックしてなかったら、そのチャレンジャー、100万円ゲットできてたんですよ。僕のせいでね、僕の3万円のブロックボーナスのせいで彼の100万円がパーになってしまったっていう、本当に申し訳ない気にさせられる。特に、小学生が4問目とか5問目まで行った時に、ブロックした時に、大体二郎さんがね、大人げないってね、絶対突っ込むんですよね。大人げない。その時大体ウケるよね。二郎さんね、結構ね、いじられてますね。司会やってる最中に、まあ、噛んだりとか、わわわわとかなったりとか、すぐに、プロデューサーの千葉さんに助けを求めたり、カンペをそのまま読んで、カンペに書いてますとか言うんですよ。そしたら、ゲストのね、雷さんとかに突っ込まれるわけですね。長野さんも突っ込んでましたけど、操り人形かよとかって。なんて、そこ言っちゃっていいのと言っちゃうのとかね。普通カンペは読んでるけど、カンペを読んだけど、自分の言葉みたいに言うのが技術じゃないですか。でも、で、カンペが出てるとか言うんですよね。だから、面白いですね。面白い。そして、いじられ出すとね、永遠にいじられるんですよね。もう、二郎さん、次に進行しようとかないから、そこで会話が始まっちゃったりとかね。なかなか、まあ、野球でいう乱闘みたいな感じですか。まあ、そういうところは大体カットされてますね。はい。テンポが大事ですからね。実際見てて面白いのは、やっぱクイズの本気のバトルですよね。だから、まあ、収録に呼んでもらった時の、まあ、楽しみ方としたら、そういったね、二郎さんとかの絡みね。最初出てきて、いきなりもう、センター立ってね、クイズ99の壁とかって言うけども、それに至るまでまた長いんですよ。最初に、スモーク焚いて、ボーンってなってから階段降りてきて、で、ポーズ取って、で、やかましいから始まるんですよね。やかましいって必ず言うんですよ。みんなわーって盛り上がって、ジーローって言ってんだけど、やかましいって言うんですよ。はい。これが、出場してる方の、まあ、特権というかね、下りを見れるっていうのは面白いことですよね。なんだかんだして、まあ、いつもね、知の達人ね、薬味つるさんとかやってきたときに、まあ、モーリー・ロバートソンさんね、1人目のチャレンジャーだったんですよ。編集では3人目になってたけど、最初にやってですね、1問目で間違えたんですよね。それによって僕が後でチャレンジ権をゲットできたんですね。その日最後のチャレンジャーでした、僕が。あと他もブロックした人いたんですけど、で、次回に回しますっていう風になって、で、僕が最後に、チャレンジさせていただいたんですけど、1問目がね、なんか英語の色にまつわるクイズでしたね。はい。で、なんとか答えて、もう結構テンパっててですね、もう松村邦弘さんとかいて、もうあの人も野球好きじゃないですか。ね。あの人どうやっていじってきてくれるのかなとかね。あと手相のね、島田秀平さん。あの人とかも来てくれて、あの人結構ね、絡むの上手で、クワタとかってね、いいガヤ掘ってくれるんですよね。知ってるんですよ。ああいうことやると、まあ、使ってもらえるとかね。やっぱり、テレビで活躍している人は分かってますね。自分の立ち回りとか、自分の役目とか、盛り上げるためにとかね。そういう協調性ね。結構協調性出るんですよね。小学生頑張れとかいう気持ちもあるけど、ブロックしたいって気持ちもあって。でも見事に答えられた時とかは、ちゃんとみんなで拍手したりとかね、するんですけど。僕は、そういう余裕なかったんで、2問目とか、自分が答えて、で、また壁の誰かが答えて、このラリークイズだったんですけど、その間ね、他の人が考えてる間に、ちょっとこの、まあ、絶対正解分かったんですけど、ボンミスしてないからずっとこうね、画面見ながら、結構目が悪くて、モニターが遠くてですね、あんま見えにくかったんですね。だから、普通は、チャレンジャーの人って、壁が答えてる時もちゃんと見て、後ろ見て、で、答えたら、おーとかって、対戦相手を叩いたりするんですけど、僕はそれ、ことも多分できてなかったと思うんですよ。だからその辺はカットされたんでしょうね。まあ結局3問目で間違ったんですけどね。だから3問目で間違った時点でもう使われないんですけどね。4問目いかないとダメ。4問目いかないと使ってもらえない。で5問目までいったら今ね、最後の方になって、まあ、なんていうの、クライマックスシリーズみたいな感じで、その5問目のチャレンジャーだけ集まって、5問目をのクイズに答えていくっていうコーナーになってますけどね。はい。僕の時はまだそういうことになってなかったと。で、3問目で、もう今でも忘れない。絵を出されて、3問目ね。3問目っていうのは、この英語は何ですかっていうシンプルなクイズで出たのはですね、腕時計かな。腕時計と、柱時計と砂時計が、絵があったんです。はい、この3つを答えろって、ね。全問一気に正解しないとダメなんです。それは早押しだったんです。で、見た瞬間に、なんだこれって思ってね。毎回こうパターンが違うから、何これっていう、ちょっとひるんで、1秒ぐらい考えてる隙に、この忘れもしないですね。市区町村。全国市区町村名のジャンルの人。結構ね、年配の60歳前後の人ですけど、めちゃめちゃ知識ある人なんですよ。あの人がいきなりバーンって押して、うわーやられたと思って。で、まず、腕時計、ウォッチって言いましたね。で、柱時計、クロックって言ったんですよ。で、砂時計、サンドウォッチとか言ったのかな。で、ブーってなった。あ、よかったー。よかった。このままやられるかと思った。三立て食らうんかと思った。と思ったんですけど。でもよくよく考えたら、あれ砂時計僕も知らないなと思って。砂時計なんだ砂時計。えわからない。わからない。とりあえず砂はサンドでしょ。で、時計だからもう直訳、でも絶対違うしな、俺考えたことなかったと思いながら、もう回答権僕なんですよ。僕が答えなかったらそれでもうアウトなんでね。そういう問題。そういう早押しで、僕が答えないとまた他の人が答えてしまうかもしれないから、とりあえずもう押しちゃってですね。あれ佐藤さん、これ僕答えなきゃもうダメですよねって確認して、うんって言われたから、とりあえず答えなきゃ、サンドクロックって言ったのね。たらブーですね。はい。正しくは後ほど調べたんですけど、サンドグラスですね。砂のガラス。砂ガラスって言うんですね。いや、砂ガラスでも砂時計のね、論理で行った方が絶対いいでしょとか思ったんだけど、そこをね、そこを見つけてきた出題者、すごいなと思って。僕ね、このチャレンジのために、本当にすごい勉強したんですよ。英語のジャンルね。すべての、3文字、略語とかね、GHQ とか WHO とか NGO とかね、USB は何の略とかね、全部調べたんですよ。だから、略語絶対来るなとか思ったり、IT 用語とかね、もちろん和製英語も調べていった。自分で提出してましたからね、和製英語やりたいとかね、言ったんで、全く出ない、全く出ない。自分が準備してたジャンルを全く、出させてくれなかった。自分の実力をね、出さずに、もう、コーナーをつくね、配球で、自分の得意なゾーンに投げてきてくれなかったんですよ。一切打てなかった。1問目、2問目は、かろうじて当てることができて、なんとか足で、こう、内野安打、内野ヒットを飛ばすことができたぐらいですよね。もう3問目来たもアップアップですよ。とりあえずもうコーナーをバシバシ使えるから、アウトローとかね、スライダーで逃げていく球とか、3問目がそうでしたね。スライダーで逃げていく低めの球でしたよ。もう、振らされましたもんね。もう、遅いんだけど、もう待つとかじゃなくて、もう振らないと、もう、当たらない。これ絶対取られちゃうわっていう。もう、見事に手の上でこう転がされた感じでしたね。もう、出題者はすごい。あれはすごい。しかもね、予備の問題とかも用意してるわけですよね。だから、お蔵入りクイズもいっぱいあるから、相当準備してますよ。会議して。で、配置も考えつつ、相当緻密なことやってるんでしょ。で、いよいよね、今日のメインですけども、このエキストラ問題ね、どういう問題だったかというと、ホームページでね、もう公表してますから、これは別にもう言っちゃってもいいとは思うんですよ。もし、というよりも、前向きですよね。前向きな、姿勢を見せてるんですね。この度はこの、99人の壁に関して、事実と異なる、演出がありましたっていうようなことを書いてあってですね、不測な事態の前でも、このものを説明しますというふうになってましたけども、これね、本当にもう仕方ないんですよ。99人もいるからね。実際僕は収録中に、気分が悪くなって、もう緊張感が本当半端ないから、本当に緊張感で気分が悪くなって退出した人がいたんですよ。でも、その時ね、別に本当に予備、補欠とかいないんで、現場に100人呼んだだけなんですよ。それ以上はもう補充がないんですよね。そういう時は本当困るんですけど、その時はたまたま観覧席に、他のチャレンジしてた経験のある小学生が来てたんで、じゃあ代わりにそこ入るって、急遽代打ですよ。で、呼ばれて、そこで、紙はすぐ発行できるから、その札ね、作ってもらって立ってました。結局答えてはいなかったけど、そういったクイズのストックもたまたまあったからそういう風にね、できたりとかもあったんですね。だから、あとは、本当に病欠は交通とかの関係とかでね、来れない人もやっぱりいるんですよね。けど、僕が、収録に行ってる時にはそういうことはなかったと思います。僕が見る限りはなかったと思います。ただ、待っている間に、ちょっと噂で、ちょっと聞こえてきたことはありました。あちらに並んでる人、あれも、そうなのぞろぞろね、こう来て、別撮りの番組だったかもしれないですけど、ぞろぞろ人が歩いてるのがいて、20人ぐらいですね。で、その方々を見て、あれ、エキストラでね、回答権ないらしいよ、とか。そんなことあんのとかって思ったのを、ちょっと今思い出しました。でも、本当に99、スタジオ入るときに10人ずつ呼ばれるんですよ。10人ずつ本当にこう並んでから行ってたんで、そんなことはなかったんだけど、別撮り番組のエキストラさん見て、クイズのエキストラだよっていう風な言い方している人がいたので、他の回ではあったのかもしれない。そうですね。で、また調整があって、1本目の撮り終わった後に、病欠とか出た時に1本目のチャレンジャーたちをこう、呼んでですね、急遽参戦させるっていうパターンもありました。なので、本当に、ちょっとした時のこと。完璧でないといけないんだろうけど、人によってはね、ツイッターで、そういうクイズ番組なんだから、プロレスとかと一緒ですよ。ね、真剣勝負なんだけど、ある程度この台本があるわけでしょ、流れがね。そういうの分かったで楽しんでるわけだから、バラエティ番組にそこまでガチ求めるかっていう風に言ってる人もいましたしね。で、本当にクイズの回答権とか、ゲストね、長嶋一茂さんとか来た時も、ガチですから、本当にガチ。NASA の人も、すごい頭良くて来てたんだけど、結局チャレンジできてなかったですもんね。そういうことを、本気でやってる番組なんで、一部のその、演出というかね、仕方なしにこう、人が集められなかった場合、これはね、99人も出場者がいるわけですから、そこはね、あんまり攻めてほしくないなっていう、そうすることによって、だんだんね、番組が萎縮していくわけですよ。萎縮ですよ。もう、制約の中で、どうにか今やれてるんですよ。クイズ番組が多いのはそういうことだと思うんですよね。ロケとか行っても、演出とかね、あったりするから、予算もない中でやるためにはもうロケとか行かないで済む一般人を呼んで、盛り上がれるようなね、交通費は我々負担ですからね。だからそういった低予算でもできるような番組をやろうとした結果、一般の人でも出れる、クイズ番組が増えているという状況はかなりあると思います。そしてあと、このね、事件を受けて僕思ったんですね。僕呼んでください。僕呼んでもらえたら、エキストラ一人浮くじゃないですか。全然僕は出れるならユニフォーム脱いで一般人としてでも出ますので、本当に空気読みますから、本当に呼んでもらえたら嬉しいです。このね、このユニフォームはオンエアでは一切こう、ね、日の目浴びずに終わってますから、ぜひ呼んでもらいたい。今はね、まあ、先ほども言いましたけど、控え室がね、結構詰まった状態、になるので、まあ、クラスター発生になるので、まあ、今お休みでも仕方ないですけどね、復活した時にぜひとも呼んでもらいたい。まだ僕、出せてないもん、実力を。ぜひ、TOEIC のジャンルで呼んでもらいたいですね。英語という広いジャンルじゃなくて、もう本当にもう、狭いとこ、ファーストですよ。ファーストぐらいの狭いところのジャンルでチャレンジさせてほしいです。かなり。で、いいとこね、5回裏まで行きますよ。5回裏まで行って、2問目で敗退しますから、盛り上げて敗退しますので、ぜひよろしくお願いします。で、今、ちょいちょいね、ホームページを見てるんですけど、今やっぱ需要があるのはメンサ会員ですね。メンサ会員と、鉄道に詳しい人とか、はい。そういったジャンルらしいんですけども、あと旅行ね、観光業。多分、この、まあ、一連のね、コロナの時期が終わると、観光業に支援のね、お金が投入されますから、観光業に詳しい人、来てくださいってなってるから、僕、だから観光英検だったかな、通訳案内士とかね、そういう資格取ってチャレンジしようかな。ね。そのジャンルでやろうかな。うん。今ね、クイズ出れなくて、最近ね、去年の10月に、宅建の資格取ったんですけど、それはなんでかっていうと、クイズしたい、気持ちが強すぎて、もうチャレンジしたから、もう呼んでもらえなくなったんで、クイズできなくなったんですよ。でクイズそれでもしたい。なんかクイズっぽいことできないかな。1日だいたい8時間ぐらい勉強してたんですね。その労力がもうぶつける、情熱をぶつけるとこがなくなったんですね。でどうしようってなった時に、だいたい4択でできるクイズっぽい資格ないかなと思って、手にたまたま取った参考書を見たら、宅建がそういう理想的な出題スタイルだったから、やりたいと思って勉強したんですよ。なので、今僕は、自分の、ね、この体力をぶつける場所がないので、ぜひとも、このね、騒動が落ち着いた時には、もう一度チャレンジさせてください。合同トライアウト受けさせてください。本当によろしくお願いします。そして、番組のツイッターにですね、深田マスミを出せと、この視聴者、ね、この動画見てくれた方、ぜひとも、番組のツイッターに書き込みよろしくお願いします。結構スタッフさん見てますからね。あと、佐藤二郎さんの書き込みでもいいですから、ツイッターとかに書き込んで、僕の推薦の方どうかよろしくお願いいたします。はい、ということで、99人の壁の裏話の回、というか、僕の体の、体験談、そして、自分の希望を言うだけの動画でした。すいませんでした。では今後ともよろしくお願いします。それではまた。